はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。まあちょっと前のことなんですけども、環境大臣の小泉進次郎さんが育休を取るよって言って育休を取られましたよね。まあ小泉進次郎さんと、それからお嫁さんのね、お嫁さんのことは私知らないですけど、なんていう方、クリスチーネさんですか。だから全然物しなくてすみません。滝川クリステルさんかが、まあお二人でね、結構暮らし的には豊かで、まあ育休必要なのかなというところもあるし、まあお父さんのね、元小泉総理、この方も育休取って進次郎のやつ何するつもりなんだみたいなこと言われてましたけども、私もね、小泉進次郎さん育休取んなくてもいいんじゃないかな、環境大臣っていう立場にもいるし何やってるのかなと思ったんですけども、まあでもね、私が思うのは、まあ、休める人は休んだ方がいいんじゃないかなということですよね。で、環境大臣がいなくても環境省は回りますし、まあ政府は回るし、まあそうであるべきなのかなと思うんですよ。逆にですね、育休を取れないようなこう人事システムっていうのはそこに原因があるんで、育休を取ろうとしても取れないその人がね、責任を負うことはないかなと思うんですよ。やっぱり組織統治論として、組織を運営するものは誰か一人が抜けても、まあ、問題なく組織が回るようにこうマネジメントしていく必要あるのかなと思うんですよ。だからあなたが抜けたらマネジメントできないじゃないかなっていう風な風潮はちょっとおかしいのかなと思うんですよね。まあ、ですんでね、まあ、全員が無理だと思うんですよ。うちではとても育休取れないよって、そんな状況にはないよって方はやっぱり難しいと思うんですけども、取れる人から順番に取っていくってことなのかなと思うんですよ。でそうするといずれね、まあ、全員が育休を取れるような仕組みが出来上がっていくのかなと思いますし、今回、まあね、環境省の大臣が育休を取ることで、まあ、小泉進次郎さんがいない時にその大臣を補佐する人がうまく回していくと思うんですよね。でそういうのをやっぱり学んで、他の職場とか環境にいる人も誰かが育休を取っても他の人でカバーできる仕組みっていうのを作っていくとかっていうことなのかなと思うんですよね。まあなんせね、育休を取れる人も世間体を気にして育休を取らないみたいなことはもうそろそろやめていった方がいいのかなというふうな気がするんですけどね。まあこれはまた考え方さまざまあると思いますけども、まあ基本的には育児っていうのは私は楽しいものだなと思いながら今やってるんですけども、でそうでない環境とかね、瞬間的にはイラッとくることもあると思うんですよ。だからそういうのが積み重なっていったりとか、周りの人の誤解とか不理解とかでいろいろとね、こう心を苛んでしまう、まあ、女性の方が多いっていうのも、まあ、事実だと思いますので、やっぱりこう子供をね、産んでくれるとか育ててくれる人っていうのは本当にありがたい存在なんで、みんなで守っていきたいなっていうところもありますし、私がね自由にできるんだったら、まあ育休といいますか、出産をした人には出産一時金をその女性の口座に振り込んでいくとかね、100万とか200万とか、それからもう出産した人は、例えばね、出産して5年後に、まあ、健康診断をお子さんが受けに来たら、それに対して5歳まで育ってくれてありがとうってことで、まあ、報奨金をドーンとね、また100万とか200万そのお母さんの口座に払ったりとかね、やっぱりお父さんの口座に払うとお父さんが使っちゃう場合があるんで、やっぱりこう女性ありがとうって感じで払っていくとかね、できればいいかなと思いますね。で10歳でも払うと、15歳でも払うと、20歳ぐらいでももう一回バスンと払って、トータルでお子さんが1人生まれたら、トータルでそのお母さんに対して、こう1000万ぐらいを20歳までにこう分散して払うような形とかできないかなと思うんですよね。だから結局お子さん生まれると女性の負担がやっぱり大きいのかなと思うんですよね。私今こうやって、私もこう24時間ずっとね、奥さんと一緒にいて思うんですけども、これを一人でやるのはさすがに、大変だなというところもあるし、で男性は男性で、まあ、お勤めをなかなかね休めないってところもあるんで、まあ、仕事に一生懸命かかると思いますけども、ただやっぱり男性の環境っていうのは仕事中心で、家庭とか子供っていうのがちょっとね、頭足っていうか、そんなに割合が大きくないのかなとか、まあ、いろいろ思うところがあるんですけども、まあ、女性にプラスアルファなんかね、保護があってもいいのかなと、出産した方がむしろ得するみたいな環境を女性に与えていった方がいいのかなと思ったりするんですよ。例えばね、結婚して夫婦別姓とかっていう議論もありましたけども、やっぱりね、結婚した時にこういうふうな免許証とかパスポートの名義を書き換えるのも大変ですよ。だからそれを、まあ、男性は基本的にしないんで、してこなかったんで、名前が同じになるぐらいって思っちゃうんですけども、やっぱりね、こういうふうな名前が一緒になるで終わりであったらいいんですけども、それだけじゃなくていろんな細々としたね、
面倒くさいことがありますし、例えば女性で法人とかを経営されてる方はじゃあ登記簿とかも書き換えないといけないとかね、そういうこともあるんで、さすがに夫婦別姓ね、まあなんかね、同じ名前の方がいいとは思うんですけどもね、やっぱ生まれてきた子供たちのためにとかも、あと客観的に混乱もあると思いますんで、で一番いいのは選べるってことかなと。夫婦で同姓でもいいし別姓でもいいよっていうような結婚制度にするか、まあもっと言ったらね、結婚が気に入らなかったら別にしなくても幸せなそのファミリーって作れると思いますんでね、婚姻届がなくったって別にそこにこだわらなければいい部分もあるのかなと思いますよね、まあいろいろと考え方が及ぶかなというところでございますけども、皆さんはどうお考えでしょうか。それではいってらっしゃい。あ、コロナウイルス用心してください。